森市中心部からおよそ25キロ、八甲田山麓にある田代台地区。昭和20年の初めに開拓団が入り、山を切り開いていったのです。1年の半分が雪に覆われるこの地域で、開拓当初から力を入れていたのは酪農、そして厳しい環境の中でも育つアワやヒエの栽培でした。こちらは青森市立田代台小中学校です。現在田代台地区で当時から暮らしているのは1世帯です。校庭で遊ぶ子どもたちの足元は長靴。遠くは4キロもの山道を歩いてくる子どもたちにとって必需品だったんです。学校前にやってくる市営バス、当時は郵便物も運んでくれました。昭和39年には八甲田温泉ヘルスセンターがオープン。観光と温泉が一体となった施設は人気を集め、多くの観光客がやってきました。秋にはみんなでキノコ狩り。春になめこやしいたけの菌を植え、秋に収穫し、大きな収入源になっていたんです。収穫したキノコは主に青森市の市場と7キロメートル離れた上北鉱山に出荷していました。自動車が普及する以前は、キノコや卵を背負って往復3時間の山道を歩いて届けていました。半年の間、厚い雪に覆われる田代台。厳しい冬を何度も乗り越えながら、田代台の人たちは強い絆で暮らしていました。